どうもこんばんは。リンでーす。さあ、ダルダルと言います。ダラダラをちょっと超えたダルダルとやりますんでね。お久しぶりよし。サクッといったっけ。お前ありがとう。モニターもうちょっと上げてくれ。高さをありがとう。喋るね、よし行こうぜ。マジかい。はい、どうもそうだね、昨日ねっていう話があるんだったらいいよね。ジャンプなんで喋るのがいいんだろうね。ジャンプすまんね、ありがとう。誰の声の方がいいんだ。勝手に喋ってんなおい。特に勝手に喋ろうぜ。ありがとう。はい、はい、まだいいんだね。よし、じゃあ行こうぜ。
コールタイムですよ。みんな思い思いの名前を言ってね。しまったぞ。さんつけんなんて。おい、どっから来た。おい、ちゃんと飲みすぎ。あ、そうだね。人からもろって本物に。そんなわけで、お久しぶりな HRS。 どうも皆さんこんばんは、キャメルグリーンでーす。こんな感じでダーラカーやっていきますよっていうのをずっと言ってますけどね。はい、みんなこっち。ね、ミサハル君見てるのかな。さあ、リーダーなんかやれって。ミサハル、ミツハル、なんかやって。違うね、今ね、何かやってって言ったらね、全部ぶっ飛んで、次の曲の始まりどうだっけ言ってた。あれはこうだよって教えてましたら。いい感じ。ギターソロやってじゃなかった。あ、じゃあギターソロあと2分。いやいや、落ちてないけど。おい、2分の約束だい。そんなわけで、そんなわけ、どんなわけ。こういう時にいじってくんないと俺困るからさ。頼むぞ。お客さんもみんなでやってこい。なんだろう、やってって言ってくれるだけだし、向こうでやってるとズルズル言うてるし、それなんて取れもろっていう技、なんていう技になるんですよ。それがトーキング。なんていう技。右腕奏法。右腕奏法。なんか違うこと、違うってさらって聞こえたけど、まあそれは右腕奏法でいきましょう。前昭和か。そのわけで、次の曲は右腕奏法をしっかり見せてくれるのかしら。あるのかしら。なかったら入れなさいよ。さあ頑張りましょう。さあ頑張りましょう。どっちだっけ。まだ楽しく思われるわけね。こういうの突っ込むの大変だね、本当にね。突っ込んでるとさ、喉がカサカサになって次行こうぜ。We'll be right back.
悪いやんけ。しかも MC タイムちゃうねん今。おっしゃさん怒ら、あ、いや、なんか知らんし、あんまりそう、仕分けへんけど、とりあえず振り付けるオッケーありがとう。ナミラさん、まあ、そうなんだ、そうなります。あの、まあ、神谷さんと一緒にちょっとライブバンドやってて、あー、佐賀の友達です。あー、そう、あざます、本当に、本当に、みんなありがとう。今日みんなどういう気持ちでここに来た、一人一人聞いていこう。さあ、右端の君ごめん。複雑な気持ち。あと、言い返しができないよな、ごめんな、ほんとごめんな。そういう時はさ、飲みに行くといいよ。さあ、次の人、じゃあ、そこの君、なぎらさん。そういう時は飲みに行くといいよ。さあ、次今、準備かかってるから、あの、準備かかってる間、ずっと聞かれるかね、みんな大丈夫？野心出た方が楽じゃない？だから、クイズ系で呼んでくれって言ってんだろよ。売り込むのよ。チャンブー早くして。ちょっとやめてやめてやめて、怖い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 。メガネ買ったわ。見えないよ。お父さん、いや、何しゅうってる今。おいしさん、あ、いいね。野手、野手はそうだね、前の。あ、いいのかしら、僕がまだ全然ダメなんだけど。チャンブー見えんね。どうした、どうした、頑張れ。イヤホー、そういう曲じゃないじゃん。ありがとう、すまないね、助かるよ。いいよ。
ミサコ振り切っていこう振り切っていくぞミサコさあ、どうでしたか今の曲はって聞いて何も答えれないよなそんなもんだよないいよあ、ほんとありがとうどうもありがとう今日ははいあ、いいかそっかそっかいや、今日もね、みんな平和な、どうしたあ、そっか告知しろって、なんかリーダーから言われたんでね、8月、あ、告知しまーすお願いしますありがとういいんだね、いいんだね、違う店だけどいいんだね、うん、あの、やばいと思ったらマイク聞いてくれてるんだねでっかい声で喋っからそんなわけで、ですね、8月の4日に大大というモール街の店、で、またこのキャメルグリーンにあります時間はなんかさせてください、多分夜ぐらいですで、8月の20飲みに行きやがったな、あいつ俺鶏皮塩で2本8月27日だっけまた飲んだな 24に手本っていうところでこれまたキャメルグリーンっていうところで、ね、なんかやります時間は差し出す本当ごめんねなんかねなんかこううまいことさせていただければいいかなとその前にもし来ちゃったらねそこら辺飲んでてくれれば僕ちょっとさっと行って一緒に飲んでねそれが嫌だなと思ったら飲まなきゃいいじゃんすまないねいつもありがとうそんなわけで僕のですね話をしませんさあ次行こうぜおしょうなのにバカやろそれおせっこになるだろさあ、どうだいやあ、どうだっけあ、そうかそうか譲り合ってんじゃねえよこんなとこでよどうぞどうぞ、じゃあ俺が俺がって始めれねえだろどうぞどうぞあ、じゃあどうぞどうぞさあ、上がってこい上がってこいもう、やだもんもう一回行こうほらクーラー聞いてるこういうこともあるのささあみんな元気はいいあるぞなんかね、そういうことがあるんだってなんかさ、どのエピソード喋ろうかなこの話多分みんな知ってるんだよなついこの間ね、6月20日ぐらいですかねあの、夏至って分かるよね夏至分かる人はいはい夏至は何の日ですか一番長い日、昼間があ、昼間がそうそうね今、東証で言ったね一番長い日、昼間が素敵、最高ですいいじゃないかいいですねもういいのかしら話はもちろん行ってないんですけどですねいやもう行けるなら行こうぜ話のオチはいらない下旨下旨そう下旨もういい行こうぜ行こうぜみんな大物として帰ればいいやっぱ知らんそう下旨ってあるじゃんで僕実家が福岡で8月12日のボーイングライブですね車で帰ったんですよもう誰も聞いてないと思うけど、まあいいや。なんだかんだ一番。でね、福岡帰る時にさ、お母さんが通るんだよ。で、どでかいさ、トンネルがあってさ、勝手に。すごいね、新しいでかいトンネルで、白い光。We'll be right back.
さあ、みちゃこ、出番。まあ、ゆっくりしたよ。ほいでね、お金もあんたに大きな撮ってるんですよ。白いね、LED の光がパーッとついてて、8月11日だよ。で、夕方のね、7時ぐらいにさ、バーッと通ってさ、で、トンネルの中に入って、そうやね、そこなの、よく分かったね、ありがとう。さあ、次の曲行こうか。ボンボンとしてください。いやいや、あのね、その時あの神さんと子供さんに連れて、あの車でバーッとさんですね。その中に入った瞬間ですね、うちの神さんがこう言いました。日が長くなったね。トンネル内ですよ。で、うちの息子がね、ママ、トンネルだ。月曜知らなかったって言って、だ